さんこんにちは。プラスアミューズです。今日はですね、いちご、イエーイ。もう私の大好きないちご。いちご嫌いな人いてます？いや、わかんないけど、いちご大好きなんですよ。私も大好き。めっちゃ、ちょっといちご狩り行きたいな。行きたい。じゃあ、どっかある？ある、ある。もうあのルイ農園のちょっと行ったところにいちご狩りできる。行く、行こう。いちご狩り、いちご狩り、はい、イエーイ、イエーイ。ということで今回はいちごです。実食じゃん。いやー、こんな上品にいちご食べることないですけどね、私。ちょっと、でもほうれん草絶対丸ごといくからプシュワーってなるでしょ、肉汁シュワーって。だから果汁バーってならないように半分に切りました。このね、このね、このいちご正解かも。真ん中赤いし。で、いちごってどっちから食べたらいいか知ってます？先生とか。もう葉っぱがあるからお尻からですか？チュンってなってる方。なんかね、うん、一説によると、うん、こっちの方が甘いんですって。へえ。なので、上から食べた、上から食べた方が最後に甘さが残る。へえ。なので私は上から。はい。うん、いい音。でも一口で食べたら甘いのも酸っぱいのも一緒になるからね。どっちでもいいんですよ。美味しくいただければもう好きなように、はい、ではいちごのやっこちゃんは、ね、はい、はい、もうね、春といえばいちご、はい、いちごといえばイライラ解消、はい、女子力アップ、はい、もうね、この甘酸っぱさがもう春は大事。本当にこれでもね、あの胃薬にもね、ね、なりますからね。胃薬にもなるんですよ、いちご。いいですよ。食べ過ぎると胃酸があるなんで、だから食べ過ぎるとダメですけどね。で、やっぱりあのいちご食べた時に、うん、あの私もいつも薬効の話バーってするんですけど、うん、あの自分で感じるってすごい大事やと思うんですよね、はいはい、でいちご食べた時に私はこうなんてスッてするんですよ。あ、私もです。あ、一緒。なんかもうスッて、うん、スッてなるからもう一個食べたから。そう、だからあのスッってしたい時にこれやっぱ食べるんですよね、はい、で、うん、まあ、薬効的に言うとちょっと体冷やす作用があるのでね、うんうん、やっぱこうムヤムヤしてたりとか、うんうん、こう胃がムカムカしてる時にやっぱ食べるとスーってしてくれるっていうね。で、これ先生やっぱり赤なので、赤といえばあれです。あれですよ、女の人には必要なこれチね、はい、なんでやっぱりあの春のイライラとかね、うん、あのやっぱ血が足らなくなってって、うん、で前回のあの前回になるんかな、リンゴの時に春は缶がみたいな話しましたけど、はいはい、これね、もう缶の血を増やしてくれる、あ、溜めてくれるんですね。溜めてくれるんですよね。だから缶が喜ぶ、うん、しかもこう程よい酸味がシャキッとしてくれるっていうかね、はい、で春ってあの発散する時期で、うん、いろんなものをこう穴という穴から出したい時期なんですけど、うんうんうん、酸味がきつすぎるとキュッてなるので、うんうん、あのあんまりきつい酸味っておすすめしないんですけど、うん、はい、この甘酸っぱさ、はい、程よいですよね。甘いってこう甘いって感じでダラーンってなってる時にちょっとシュワって出すね。ね、だからもうね、おすすめ、はい、でだんだんやっぱ露地物出てくるからね、はい、はい、皆さんもいちご狩りぜひ行ってください。もう練乳などもつけず、ね、もうそのまま、ね、甘酢つけても美味しいけど、はい、あの苦手な方はもうつけてください。そう、うん、で今年はなんかね、いちご狩りもその場で食べずに持ってってね、持って帰る、うん、で別のところで食べるみたいですけど、うんうん、まあでもね、うん、まあ、でもね、いちご大事です、大事です、はい、特に女の子はね、はい、食べていただきたい、はい。今回もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回成功しました。